同人のサタデーナイトゲームショーへようこそということで、スペースマリーンの方続きからやっていきたいと思います。で、Greetings, Ultramarines. What is your situation, Lieutenant? ミラとね、会話するところから始めましょうっていう話ですね。We're heading back to the command post. まあ、四面楚歌ってやつか。でもさ、そんな頭丸出しでさ、よく生きてられるよね、ミラも。ヘッドショットされたら一撃で死ぬじゃん。まあ、メットつけてても、おい、ちょっと、オークがいっぱいいるぞ。よいしょっと。体力回復。いきなりで申し訳ないけども、みたいなところあるよ。やばい、一回この箱の後ろに隠れて。いや、もうほんと早いな、回復は。よし、巻き込んだぞ。で、結構いるな、数が。それにしても、あのオークたちの親玉みたいなやつはどうなったんだろうな。なんか ネメシスみたいなやつと一緒にどっかに落ちていったけど、大丈夫なんだろうか。個人的にね、あいつはちょっと、あ、かっこいいなって思っちゃったところはある。俺はお前らになんか殺されねえぜみたいな感じで、なんかもうかなわない敵なんだろうけど、そうと分かっていてもこう突っ込んでいく男らしいところがね、ちょっと、あ、かっこいいと思ってしまったけど、まあでも敵もね、そういうかっこよさがあることで、まあ、戦いがいがあるっていう話になってきますからね。ゼロ距離スナイパーみたいな戦い方したくないんだけど。ほら、痛い。銃弾があるはずないか。銃弾はないな。こいつらを、あ、なんかこんなところにサーボスカルがあったのか。まあそれはいいとして、あ、ちょっと弾切れすぎ。これも強いっちゃ強いのかな、よくわかんないわ。よし、じゃあ進もう。弾がね、もう蒸発銃以外なくなってしまった。でも変える気はあんまないけどね、強いから。それにあの弾薬箱見つければ結構な数の弾薬を回収できるから、強いっちゃ強いんだよね。まあいっか。よし、この辺りの探索はいいとして進んでいきましょう。でもオーバーヒートよりさ、やっぱリロードできた方がいいな。無限に撃てるのは魅力だけど、無限に撃てるのはやっぱね、魅力ではあるけれども、排熱が結構時間かかるんだよな。排熱30発ぐらい打てて、そこから排熱が必要っていうんだったらまだわかるけど、結構ね、少ない弾数を打っただけでも排熱が必要になってくるから、あまり使い勝手がいい感じではないんだよね。よし、まあいい感じじゃないか。うまく戦えてると思うぞ。よし、あ、やばい、はげた。やべえ、変なの連れてきてるよ。ちょっとグレネードを使おう。よいしょ、よし、吹っ飛んだ。あ、
こんなところに弾がある。ラッキー。じゃもらってリロード。あ、結構いっぱい弾あるじゃん。でもってこいつの体力をもらって弾ももらっちゃおう。ちょっと一回隠して OK。 あの走ってくるやつは基本気をつけないと一気に削られるから、みんなも気をつけて。倒すならあいつが先ね。近くにいるぞ。もう声でね分かるようになってきましたから。あれそっちにも弾ない、もしかして。あ、これグレネードか。もうちょっと使った方がいいな。よいしょよいしょよいしょ。こんなもんでどうでしょうか。もらうぜ。まあほぼほぼ適当に投げた感じだったけど、まあ、グレネードなんてそういう扱いでいいんですよ。ちょっとお前埋まってるし大丈夫か。よし、救出成功。あ、やばい、ハゲた。結構ハゲんな。ミサイルハゲさせてくんな、ほんとに。後ろから回り込もう。こっちから回り込めば攻撃をそんなに受けずに。お、正常なる死の執行者。結構オルクを殺したよっていう話か。やべえやべえ、爆発マンがいる。やばいやばいやばい、爆発されると困る。危ねえ、ギリギリ。はい、シールド回復。オッケー。よし、ちょっとハゲたけどまあいいや。あ、お前ただの人間を襲ってるな。危ねえ、ミラがミラがリンチされてたな。まだオークスいる。あ、上か。よし、殺した。あとはこいつか。 OK。 どこにリフト、まあ、引っかかってちゃ分かんねえよ、リフトの場所がよ。ちょっとちょっとちゃんと動いて。あっちか、これね。よし、行こう。動かすよ。 Well met, Mira. Jonah.I half expected to find a demon chewing on your bones. 誰だ? They'd spit me right out. Make your report, Jonah. The greenskins have been pressing us hard, both down here and at the bastion proper. Get ready to fall back to the bastion. Do not engage chaos forces directly until I get reinforcements down here to back you up. まあ確かに。ウルトラマリーンでもなければ、結構ケオスとの戦いはあれだからな。シナンの技だから。あ、どっちこっちいいのか。よし、案内してくれ。あれ、これってもしかしてもうタイタンの行動。あ、なんかそれっぽいな。あ、ここはもう行けないわ。タイタンの行動っぽいけど、こんな近かったっけ。変なリトルバードみたいな、違うか。なんか変な飛行機に乗らないといけない距離に。とりあえずタイタンを早く確保しなければいけないね。とりあえずだけど、タイタンを確保できれば、ある程度の戦闘は、もう、ご飯粒を指で潰すような感覚で
いけるんじゃないかな。なんだ、また出たこのロードまた出たこのロード、あ、なんだこれ、プラズマガンを、プラズマガンをアンロック。はい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 、オーバーヒートしやすい。どれが、あ、こういう感じ。これどういう、どういう武器なんだろう、ちょっと使ってみようか。ほっ、んよくわかんないぞこれ。あのタレットを直せばいいのか、直すのか、よくわかんない、よくわかんないし、何なのかよくわかんない。あ、これそういえば持っていけるんだっけ。じゃあちょっとヘビーボルターもらっていくか。よいしょ、ちょっともらっていくぜ。よし、野郎ども、野郎ども一掃するぞ、こいつらを一掃するぞ。もうこれやばいやばいやばい、ちょっと、いきなりピンチになってるから、危ない。まあいいや、ここはちょっともうバンバン撃ち殺していこう。せっかくヘビーボルターがあるしね。多分こういうためのヘビーボルターなんでしょう。足だ。はい、ということで戻ってまいりました。とりあえず前線にバンバン出るんじゃなくて、ちょっとずつ仲間と一緒に進んでいく感じがいいね。もらってもらって、でヘビーボルターをちょっと回収して、よし、じゃあみんなで倒そう。これでね、とりあえず上にいるやつらを倒しつつ、こうねちょっとちょろちょろ顔を出しながら、せこいかもしれないけどそういう戦い方でいこう。少しずつ倒していかないと、一気に顔出すと蜂の巣にされるからな。やっぱそういうところもね考えて戦っていかないと。このゲームは基本的に無双ゲーじゃないから、ある程度の作戦は立てながら進んでいかないとすぐやられちゃうという話ですね。でもこれすごい命中率だな、集団性が高すぎ。完全にLMG とかそっち系の武器なはずなのに集団性良すぎいやまあありがたいことなんですけど、弾もあるし、これがずっと使えれば最強なんだろうけどね。まあ、そんなこともないと、もうそろそろ弾切れますよ。まだ弾切れてないから、弾切れて出すのよしで、ちょっとビクってなるから、よし、OK。使用期間終了、パージします。あいつがな、あいつが強いんだよ。お、よしよしよし、ひるんでる。オッケー。オッケー。よし。You can see why we need the sentry guns. There aren't enough of us to hold this. ごめん。多分セントリーガンっぽいやつもぎ取ったわ。Tell them we're on our way. あ、弾薬ある。弾薬もらって。あ、これか。こっちへ行くのね。セントリーガンの電源を回復してくれっていう話かな。待って、弾薬拾った。よし、グレネードはいっぱいあるからちょっと置いておこう。まあ多分もう一生取らないだろうけどあそこのグレネードは多分もう戻って取れることはないだろうけど。よし、プレゼントだ。テッ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 
先にセントリーガンを起動しに行っちゃった方がいいんだろうな、ここで戦ってるより。オッケー、よし、みんな助けに来たぞ。俺がセントリーガンを動かしてやるから、みんなで一緒にちょっと電源を回収しに行こう。おー、出てきた。マジヘビーボルト、わあ、ちょっとマジうぜえな。蒸発させるか。蒸発銃マジ強え。よし、 OK かな。まっ進んでいって、多分電源の元があるはず。ここなんだ、トーチカか。うるさいうるさい、お前ら死ぬんだ。まずいのが来た。もうなんか何か引っかかったぞあいつ、バカめ。引っかかったが最後だ。お前の命日死ね。 OK、 下手にねこうやって敵がいっぱい来てる時にあのエクスキューションしちゃうと結構ね、あのこういうこう後からついてきた敵に攻撃を受けてしまうことが多々あるんで、まあ、状況によってだよね。状況によってさっきみたいにあのでかい敵も頭の上に丸が出ても撃ち殺していくっていう判断がね結構重要だったりします。何もね丸が出たから毎回もう丸ボタンでエクスキューションしないともったいないのかって言われると、体力がマックスだったらそんなこともないんで、敵のね周りにいる数だよね、あとシールドの剥げ具合を見て、まあエクスキューションするかどうかはちょっと自分で決めていきましょう。基本的に周りに敵がいるときはエクスキューションはしない方が吉かなってのはちょっと思いますけどね、まあ、どうしてもやばいときは使った方がいいかもしれないけど、まあ、回復分ね敵に削られて生き延びるってこともあるから。ちょっと敵多いな、もっと仲間戦って頑張って。なんか俺しか撃ってない気がするんだけど、誰もいねえじゃん。ちょっと待って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 、話が違う。一人で行くっていう感じじゃなかったはずなんだけど、一人になってるよ。俺はまだ怒りには身を任せんぞ。やれるところまではやれるところまではやってやる。暗い勝利の、あ、いて、こういう時とかね、こういう時とかはまあ割と使っていいんじゃないかなと思いますけど。よし、暗い。あれ、待ってくれ待ってくれ、おいおいおい、ちょ、蒸発しろ。いざという時に使えるあの蒸発銃ね。いやー危なかった。結構死ぬかと思ったけど。おい待って、なんかまだいっぱいいるじゃん。遠距離から撃ってくるやつ片付けていこう。まずはやばい、ちょっとロケットがうざいな。スナイパーなくなっちゃったからな。よし、一体ダウン。あそこのやつもちょっとダウンしさせよう。よし、二体目ダウン。で奥にまだいるから、あいつもこの二体をちょっとダウンさせればある程度は進めるようになるか。よし、1体倒して、よし、もう1体倒した。 OK、 こんなもんじゃないか。電源入れよう。おっと、まだいたな。
よし、セントリーガン起動。おお、すごいな。おお、やったやった、超強い。どこに行けばいいんだ。あ、行動に戻る。戻るってことは来た道を戻りたいんだが、戻れるか。戻ろうか。よしセントリーガン超強い。よし、戻ろう。ちょっと体力はやばいから守ってくれ。よし、じゃああとはここを頼んだぞ。Sidonus to Captain Titus. We are running into orcs down here. Nothing like above though. Just enough to be an annoyance. We will be there soon. Understood. 大丈夫かな。ちょっと心配ではあるが、まあ、彼らもウルトラマリーンだから信じましょう。ちょ、首、びっくりした。首が取れてるのかと思ったらヘルメットが転げてるだけだ。もう首よりもひどいものがなくなってますけど。よし、まあこのまま進んでいって、ちょっと弾薬とかを補給したいんだよな。どっかいないか。行ってるそばからあるじゃないですか。いいね、こんな裏側にサーボスカルで、ここを開けて、こいつを殺さないといけないのか。なんだよ、一緒に協力したあの変なデーモン倒そうよ。ダメなの、そういう平和的解決はできないの、お前らは。ちょ、グレネード投げすぎ。まあ俺もさっき同じようなことしてましたけどさ。なんだなんだ、殺してやるから動くな。なんだなんだ、何も見えなかったけど、別に何かがあったわけではないな。俺蒸発銃使って、いや蒸発銃は最後の最後だな。とりあえずこいつから目を離さないで、痛い、目を離さないことが大事。痛い、やばい。ちょっと今は回避を優先しよう。回避してとりあえずシールド体力をマックスに保てる状態をちょっと作っておきたい。うまいこと避けつつ、よいしょ。多分背中のあのジェネレーターみたいなのが結構弱点なんじゃないかなっていう予想があるんですが、どうなんだろう。やばい、弾がなくなる。なんか聞いてるぞ。思い知れとか言ってるけど、やめろ。何も見えない。何それ。おお、なんかすごい前転したら避けられた。うわあ、すごいことになってる。
お前にはこれだ。痛い。よし、とりあえずよくわかんないけど、このプラズマガンとかいうのちょっとマジいっぱいちょっと打ってみよう。排熱。いっぱい出してくるな、そのレッチみたいなやつ。名前わかんないけど、どうでもいいから早く降りてこいよ。あー、やめてやめて。どうでもいいから降りてこい。さっさと降りてこい。当たってはいるんだよな。当たってはいるから、あ、ちょっと待って、ボルターも弾切れた。ちょっとここで弾をもらって、こっちでも弾をくれ。まずい。どうでもいいけど早く死んでくれ、本当に頼む。おお、なんか食らってるぞ。落ちてきた。オッケー、これでいいのか。But I am finished with you, Ork. Oh. 大した傷は見受けられないけど、死んだらしいな。よし。で、弾薬をもらって。いやー、長かったな、こいつとの戦いも。最高。そうだね。The faster the better. Those orcs slowed us down and gave Nemiroth time to prepare his invasion. なるほど。この電車で速攻で戻ろうっていう話か。よし。それでは今晩のサタデーナイトゲームショーはいかがだったでしょうか。ちょっとカットを含めると30分もいってないのかもしれないけれども、今晩はここら辺で一回やめておきたいと思います。それでは続きはまた来週。ゆっくりおやすみなさい。バイバイ。